ガーフィールド軍はアメリカ合衆国ユタ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5172人であり、2000年の4735人から9.2%増加した。軍庁所在地はパングウィッチ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1882年に設立され、軍名は第20代アメリカ合衆国大統領。 ジェームズ・ガー・フィールドにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は5208平方マイルであり、このうち陸地は5174平方マイル、水域は34平方マイルで、水域率は0.65%である。深い峡谷を通過するコロラド側が、軍の東側境界になっている。 その西は、支流の渓谷の崖からサンラファエル砂漠の広大な広がりとなり、その向こうには様々な山脈、高原及び渓谷が地形を作っている。ブライスキャニオン国立公園の大半が軍の南西部にあり、グランドステアケースエスカランテ国立保護区の北、半分が軍中央部にある。キャピトルリーフ国立公園の大きな部分が東中部にある。 またキャニオンランズ国立公園の小部分が北東隅にある。軍内の詳細以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パングウィッチにあるガーフィールド軍庁舎。ありがとうございます。